都合のいい言葉だな、人間ど。赤い光が迫ってくる。間違いない、壁画に描かれていた最後の死聖獣、南方を司るスープ。お願いがあるんだ、スーテーモン。僕らは主の暴走を食い止めて、そのために僕らは最後の死聖獣であるあなたに、つまりハルチカを倒しこの世を救う。それだけじゃない、僕ら人間の世界もだ。ほう、どうやら少しだが、我らですら成し得なかったお役。それはけど、やらなきゃいけないんだ。だから僕の相棒であるアグモンを返してほしい。結局はそれか、求めるは我ら。タクマ、まずいよ。人間の構造どもよ、何時らにこの尽きせぬワン。スーツエモン、怒りを鎮めてくれとは言わない。よかろう、ナンジラは。あれは今から千年前の我らは人間と出会い絆を。しかし幸福は長くは続かの時、我らはあらん限りの地、そしてあと一歩のところまで追い詰めた。それというのも、我らが相棒と呼んだ者たちのせいぞ。ハルチカに情けをかけ、決着をつけることをためらいおって。かくして我らは人間の世界に乗り込む、その人間に足を引っ張られたのだ。そんなことがあったとは。結局主を阻止するために我ら死聖獣が犠牲となって、命を奪われたのではない。封印支柱として人間どもの世界を守るのに都合のいい主。物を相棒にしていました。僕らの一人であるハルチカは生贄にされた一族、相棒であるファンローモンを暗黒進化させたのです。暗黒進化、その強大な力は二つの世界を席巻する数多くの憎悪の意志を飲み込んでしまう。強大な力の存在、神に近い存在となったファンローモンと、自分を陥れた人間たちへの復讐のため、残りの神獣四体たちが何とか封印した。ちょっと待って、あの主と呼ばれる存在は一人の少年。そう、僕たちが生きていた時代、不信と憎悪、恐怖、ありとあらゆるその思いに飲み込まれたのだ。そして彼は元の世界に戻って復讐を。復讐なのか。はい、奴はみゆきなる少女をその手に収めています。それを死聖獣たちがかろうじて阻止している状態なのです。ですがそれももう時間の、このままでは人間が住む世界も破滅してしまう。なんだか壮大な話になってきちゃ。ああ、だが俺、そうだ、そのために主に打ち勝って、そうしないとこの後もまた。その通りです。どうかスーツエモン、僕は確かに、でもこの子たちは多分違う。本気で言っているのか。斧が罪を棚にあげて。頼むよスーツエモン、お願いだ。わ、このコアッパどもの未来に罪はない。そしてじゃあ人間とその相棒のコアッパどもよ、我からの選別だ。そして努めて自分の使命を全うするのだ。ああ、約束する。